いきます。うい、This is my world! やばい、やばいね。この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。シェイクぜー、え、待ってる、待ってる、今起きたんすか。よしよし、起きましょう。起きててください。行きましょう、行きましょう。イエーイ、溜めてもろて、あざーす。今日はデクソファの川見くん来ていただいております。あざーす、よっしゃ、ざっす。私ですのインサマホンでございます。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、アーティストの人お迎えして、お送りしていくときに大体よくやるのが、シャウトのコツみたいな、はいはいはい、極意みたいなシリーズがあるんで、今日はちょっと川井くんにそれ伺っていきたいと思います。イエーイ、決めちゃいますか。あー、ぜひ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 。ちょっとだってよくリクエスト来るんでしょ。来ますね。なんかシャウト講座やってくださいみたいな、はいはい、で、バックレてたんですけど、ずっとバックレてください。なるほどね。ファンが期待してるわけですから、この場をお借りしてね、ぜひいろいろ教えていただきたいと思ってるんですけども、はい、お願いします。って感じでですね、このチャンネルではこんな感じでボイトレ関係の話とか、あとリアクション動画とかね、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。お願いします。お願いします。カナミといえば、とりあえずね、といえば、といえばミドルのシャウトなんですよ。ありがとうございます。やって、いやこれこれこれです。これみんな好きじゃん、男の子は特に。これね、一回やるだけで、うん、マジで体温上がります。すごいいいじゃん。めちゃくちゃ熱いですよ、免疫上がるじゃん。裏肝だし裏肝だしね、裏肝だし、ポカポカだね。鏡といえばこの超分厚い超音の子の抜けたミドルのシャウトっていうのが、まあ特にスイートスポットかなって思うので、ちょっとこれに関して伺っていきたいなと思っているんですけれども、はい、鏡って自分自身のことをシャウト結構研究する人だって思う、そもそも。俺結構します。ああ、するんだ、うん、多分するタイプ、しないタイプって思ってる人多いかも。はい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 。なるほどね。意外となんかその素性がわからない系じゃん、うん、そう、意外とそうなんだね。俺結構研究しますね。ああ、それなんか普段音楽聴いてて、うん、この人はこういう発声してたみたいな。うん、めっちゃ気になります、ね、そうなんだ、こうしてんだろうな。ああ、わかるわかる。これはもう職業病なんですけど、うん、あ、じゃあその中で、じゃあ鏡自身がいろいろこうシャウトするときに気にしてることっていうのもあるんだ。あるっすね。あるんだね。うん。あるんだ、あるんだ。いくつか。いくつかあるんだ。なんか基本的にあんま意識はしないですけど、うん。はいはいはい。やってるけど気がつけばやってんなみたいなことがいくつかあるんだよね。言われてみればみたいな。はい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 。っていうらしいので、今日ちょっとそれを伺っていければなと思っていて、ざっくり言うと、どれぐらいあるんですか？大きくは。さっき打ち合わせした感じだった。言うな言うな。3つ絞り出してほしいって言われて。裏なんだよな、めちゃくちゃ。3つ絞り出してもらいましたね。3つですね。ありがとうございます。3つね。3つぐらいあるとカッコつくからね、うん。で、実際3つ絞り出してもらったんですけど。じゃ、そのちょっと、まず1個目。どんな1個目。1個1個ちょっとまずは、羅列しましょう。1個目。まず、うん。息の量。息の量を、いっぱいと多めです。多めね。多めにお願いします。多めです。多めです。2個目、はい、重心下目。重心ね。重心ね。新しいかもしれない。イメージ、イメージね。イメージがね、うん、はいはいはい。で、最後は、最後は、うんうん、あれですね、うんうん、小声で練習すること。はい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 。あ、なんかまた面白そうな3つが出てまいりましたけれども、うん、じゃあとりあえず今出てきた1個目から解説してってほしいんですけど、1個目、息多め。多め。多めね。さっきちょっと実践でやってもらいましたけれども、まず多めっていうのはどういうことなんですか？まあ、詳しく言うと、はい。その、うん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 、こっち系のミドルのシャウトっていうのは、こっち系のミドルね。はい。アクセント。うん、うん。一発目の。はい。みたいな。はい、はい、はい。あれが大事で、もの。そうですよね。いわゆるだから、うん、メタルコアシャウトとか。そうそうそう。よく呼ばれますけど、あのアクセントがもう命みたいな、うん、なるほどね、あるイメージなんですよ。めっちゃわかります。そう、やっぱ使ってる人からしてもそうなんですね、うん、そうっすね。うんうんうん。どんだけ、うん、うっってできるか。うってね。だから秒っていうか瞬発力的なこと、うん、なのかな。そうっすね。
ドンって一気にいくってことだ。ドンって一気にいって、うんうん、まあ最初はあの、はいはい、本当にロングトーンとかできなくても全然いいと思うんですよ。お、わかる。そうですよね。じゃないですか。めっちゃそうっす。無理だから。あんなの。そうなのよね。そうそう。最初からロングトーンやろうと思うと喉閉まるんだよな。そう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 。ただ痛めるんだよな。本当にそう。本当にそうだよね。アクセントの練習した方がいいんじゃないかなって俺は思います。なるほど、なるほど。はっ、はっ、はっ、みたいな。あ、いいね。これ、それわかる。そうだね。だから短くその、いかに時間をかけていっぱい吐くんじゃなくて、うん、瞬発的にキュッて、うん、そう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 、はっ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 、って、パンチできるかっていうか、うん、そのジャブというかが大事なんだね。で最初の1、2秒のかっこいいとこを、はいはい、練習しようよ。なるほど、なるほど。セルフヘイトレットの、うんうんうん。ブレイクダウン、うんうんうん、This is my world って言ってますけど、うんうんうん、それで一応やってみる。はいはい。立とうかな。あ、いいよいいよ、うん、いいよいいよ、いきます。うい、 This is my world。 やばい、やばいね。ここの This is my world のこの部分、うううううみたいな、ここがプッシュされてるってことだ。そういうこと。これかっこいいんすよ。そう、こう生音が爆裂でかいからね。もう声でかいやつはかっこいい。生物として強いから。本当に強い。いや本当にそうなんですよ。だからしかも加工、これ無加工なわけなんで、加工してあれでしょって思ってる人ももしかしたらいたかもしれないけど、もう本当に普通にこれなのよ。そうなんです。そうなんですよ。っていうのがじゃあ1個目だ。1個目ですね。息をとりあえず大きくいっぱい吐く。めっちゃわかります。ありがとうございます。じゃあ2個目が重心低めみたいな。そうですね。下目。下目みたいな。まあなんかもう、これは俺の感覚、うん、っていうか、うん、ぜひぜひ。ちょっとなんか、難しいんですけど、うん、伝えるのが。なんか、なんだろうな、うん。ミドルっていうイメージ、うん。なんか、みんなミドルを出そうみたいな。わかる。わかるよ。本当にミドルになっちゃってんだよね。うんうんうん、すごいわかるよ。うん、で、うん、多分そういう人って結構なんかね、うん、上目になりがちっていうか。本当にそうだよ。わかる。抜けちゃうっていうか、あの叫び声みたいになっちゃってね。そう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 。ね。はいはいはい。なんかそっちのイメージってよりは、うん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 、下目の。はいはいはい。じゃあミドルって言っても思ったより低いとこ狙った方がいいですよっていう。うん。俺の感覚ではそういう感じ。なるほどね。イエーイっていう感じよりも、うん、なるほどな。イエーイ。みたいな。違う違う、なんか。3、4割厚み違うね。うんうん、イエーイ、こうじゃないんだな。まあ、それもかっこいいっすけどね。まあまあまあ。イエーイ、イエーイ、そうそう、いいっすね。こっちなんだよね。ま、いや、ティーチャー。一応ね、すごいこう、音はすごい抜けてる。うん。すごい高いところに、うん。幅広くこう抜けてる感じがあるんだけど、うん、本人の感覚としては、そっちに音飛ばすというよりは、すごい重心が下にあるってことなんだね。うん、下目っすね。これは面白いですね。これめっちゃびっくりした人多いじゃん、うん、ちょっと。多分。でもめっちゃわかる。なんか、体、疲れるよね、うんうんうん、だし、なんか、うん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 、そっちのが好き。シンプル。シンプルに。そうだよね。うん、鏡の意とかそういうとこあるよね。そのなんかさ、理論もありながら、うん、自分の感覚大事にするもんね、うん。好きっていう。やっぱり自分がかっこいいと思ってるシャートを出すのが一番だと思うんで。かっこいい。で、最後、これちょっと面白いなと思ったんですけど、今なんか息いっぱい吐くとか、うんうん、重心低いとかで、うん、こうなんか、ダイナミックめなっていうか、うん、スケールデカめな話が来た後に、うんうん、小声で練習するんですよ。はい、はい。これはどういった？うまっ、まとめ方。びっくりした。今考えた。びっくりした。今考えた。すごい、ね。これで生きてるんです。小声は、うんうん、モノマネっすね。なるほどな。要は、なるほどな。そうそうそう。本域じゃないってことだ。うん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 。まあ、小声、うん、なんて言うんだろうな。うん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 、イメトレかな？イメトレ。イメトレか、うん、その大きい声で練習できないじゃないですか、うん、そういう環境ある人のが少ないじゃないですか。少ないよ、少ないです。だから、うん、そういうのもあるし、うん、やっぱその、うんうん、イメージ、はい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 。だからそれ、まあ、俺で言ったら、ちょっとわかるよ、そのモーションレス、うん、モーションレスの場合でもクリスの、はい、ボーカルクリスなんですけど、うんうんうん、シャウトしてるよね。そうそうそう、うん、シャウトをめっちゃ小声で練習する。やってみるとなんかじゃん。うわ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 。なるほどね。そうそうそう。ほんと聞こえない。そうそう。感じだけど、あれだよね。脳内では出てるよね。うん、だから言ったらこれもアクセントだけしかほぼ聞こえなくて。うん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 。うわうわうわじゃみたいな。うんうんうん。そうだね。そう。の感覚。でも俺めっちゃやったそれ。そう、でも結構モノマネ大事って言いません？大事大事。
なんだろうな、結局日常にいかに落とし込むかなんで、うんうんうん、シャウトなんか音でかすぎて普通の歌と違って音量出したもん勝ちなので、うん、最初はね、さっき言った通り最初はなんだけどさ、だから道端とかでこれできるんだよ。できるできる、あの本当にやるな。で深夜とか一人で歩いててやってんだけど、そうそうそう、気づかないうちにちょっと人いたりするんだよ。そうそうそう、ってなんだよ。で車通ってきた時だけちょっと大きくなる。そうだ、ちょっとちょっとかき消してくれるからね。そうそうそうっていう感じだよね。そういう感じですね。やったなそれ。楽器とかと似てますよね。確かに確かに。僕ドラマーなんですけど、うん、だってもうなんか手足あればできるからね、うんうんうん、別になくても、そう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 、神経の連動はできるから、あの本当にこうで別にやればいいから、うん、多分そういう感じだよね、うん、普通にその辺ちゃんとアウトランクやってけばね、マジそう、そうそう、それと似てるってことだ。本当に日常から本当に落とし込んで、やば、感覚をやば、練習してますよこの人。めっちゃしてます。最近はね、本当にあんましてないですよ。本当にあんましてないですけど。そうなんだ。そう、本当に。最近はね。そう。うん、でも、この、今のミドルになるまでの過程が本当に、すごい難かったんで。そうだよね。感覚をつかむまでが。ミドルってめちゃくちゃ、だってなんかさ、これちょっと話するけど、うん、一番むずくね？むずい。って思ってんだけど。本当にむずい。生徒さんとかにも俺、あの、説明よくするんだけど、うん、ミドルが一番むずいっすよ、つって。本当にむずい。バランスがな、うんうん、バランスがむずいんだよね。めっちゃわかります。マジでむずいんすよ。めっちゃわかります。マジでむずいっすけど、マジでかっこいい。わかる。だから手に入れた時の喜びは、あ、もう無敵よ。無敵。無敵になったっつ、もう敵いないっつってね。やばい。めっちゃ吐くイメージと中心下げるイメージを持ったイメトレをしてみるっていう、うん、そうですね、にするともしかしたらね、こんなぶっといミドルが出せる日がそう遠くはないかもしれませんので、ぜひ皆さん練習してみてください。ありがとうございます。めっちゃ参考になったっす。ぜひ、今回の動画参考になった方、グッドボタンと、あとまだチャンネル登録をお済みでない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄の方にデックスコアの、情報、貼っておりますので、その辺もチェックぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあまたちょっと引き続き、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ふわー終わった。アップできないこの動画。もう終わりだ。終了。